ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。さあ今回は宮崎市清水1丁目交差点近くにあります、こちら寿司どころ万荘をご紹介します。店内に入ると大きな寿司カウンター、そして奥にはお座敷席も。40年近く長年地元に愛され続ける大人がくつろげるお寿司屋さんです。今回ご紹介くださるのは極屋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速目の前にご用意いただきましたが、豪華ですね。晩酌セットっていうんでね、お客さんが4000円で飲んで食べて帰っていただけるっていうメニューなんです。いいですね、うん、お刺身からいただきます、はい、どうぞ。ねっとりとした舌触りですごく甘みがありますね。カットされてる厚さにこだわりってあるんですか、うん、よく昔の人が言ったのマグロとかカツオっていうのは下駄の歯ほど厚く切れた、それの方が食べ応えがあるっていうかね。次にやっぱりお寿司いただきます、うん、どうぞ。とっても上品な舌触りで、ええ美味しいですね。シャリも口の中に入れた時にほろっとほどけて、うん、美味しさが口の中に広がります。寿司屋の命ですからね。魚もさることながらやっぱり一番はシャリ、ウニトミのコシヒカリ使っております。寿司どころ万荘のこびきブルーに合う一品は何でしょう。天ぷらです。彩りも豊かで種類も豊富ですね。ありがとうございます。おいしい。プリプリなのはもちろん、うん、甘みと旨味がすごく、うんうん、これには、ね、感じられます。企業秘密があるんですよね。じゃあ長年の職人の技が光ってる一品ですね、うん、おいしい。ではではここでソーダ割りいただきます。どうぞ。美味しいですね。そうですね、天ぷらのパリッとしたのね、これ合うんじゃないでしょうかね。たまらない組み合わせです、うん、今回ご紹介した寿司どころ万荘の長年愛され続ける味、ぜひ皆さんも楽しんでみてください。それでは極屋さんもご一緒に今夜もブルーで乾杯。いただきます寿司どころ万荘で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは番組ホームページまたは MRT アプリをご覧ください。お店の場所は黒迫通りと西池通りの交差点そば、こちらのビル1階です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。